皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ザ・ジレンマ、もう我慢ができない2、いよいよチャプター18に入ります。ルール違反からワークショップ、ケーキの話まで、ここ最近の出来事についてみんながどう思ってるのか聞いてみましょう。あ、ちょっとしたチャプターになりそうですね。今回はそんなに大事は起きなさそうですね。はい、じゃあ続行ボタンを押してみますね。いきますよ。はい、ライバルと恋人。あー、もうこれだから違うんだってば。もうもう、なんだよ、エスリー。そうでしょ？いや、だからそれが困ってるんだよ。え、手を出してないって、ライダーが手を出してきたんだって。いや、そんなことない。そんなことないね。わかんない。え？そうなの？そうなんだ。はあ、いや、何も有意義な選択してねえじゃん。はい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 。はい。じゃあ、
次行きましょうね。はい。じゃあ今回はこれで終了となります。じゃあまた次のエピソードですね。次のエピソードでお会いしましょう。それではまた次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。